こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、今まで売れてた商品が売れません、売れない原因を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、視聴者様から、質問がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい、まずですね、こちらの方を見ていただくと分かるんですけど、まずメルカリで出した時なんですけど、県外飛ばしてたんですね。で、これ稀なんですけど、商品がですね、半年前に出品した場所とかに出品している場合があります。それとですね、同じ商品を同時に出すと、県外飛ばしですね、一つ、メルカリの1ページ目ですね、に出てない場合がありますので、ぜひね、その点注意していただきまして、一つの商品ですね、で、売っていただければいいかと思います。はい。で、あと、値段の相場ですね。これはですね、簡単に言ってしまいますと、ライバルセラーと同じ商品ですね、そうしますとお客さんっていうのは安い商品を買いきますよね。なので、常にね、ライバルセラーとよりもね、多少でも安い値段ですね。それをね、で、チェックして出品していただければね、いいかと思います。はい。3番ですね。こちら上位表示ですね。で、これはですね、簡単に言ってしまいますと、値段ですね。値段を多少下げて、また同じ値段にするっていうね、方法なんですよね。で、朝の7時、12時、昼12時ですね。で、18時、22時。こちらの時間帯でしたら、購入希望者の方はかなり食いついてきますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。ぜひ試してみてください。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。